フリードリヒ・クリスティアンは、ザクセン選定校。フリードリヒ・アウグスト2世と神聖ローマ皇帝ヨーゼフ1世の王女、マリア・ヨーゼファの三男で、全名は、フリードリヒ・クリスティアン・レオポルト・ヨハン・ゲオルク・フランツ、クサーバー。生まれつき病弱で、片足が不自由だったため車椅子を使っていた。母マリア・ヨーゼファは、フリードリヒ・クリスティアンよりその、 弟たちに先抵抗く公いを継がせようとしたが、結局1763年10月5日に、フリードリヒ・アウグスト2世が死去すると、フリードリヒ・クリスティアンが先抵抗く公いについた。即位してすぐ、ザクセンの財政を破綻させ、国を7年戦争に巻き込んだ、不人気な大臣ハインリヒ・ホンブリュール伯爵を解任した。ハインリヒは10月に亡くなったが、 フリードリヒ・クリスティアンも天然痘にかかり、同年12月17日にドレスデンで休止した。フリードリヒ・クリスティアンの遺体はドレスデン宮廷教会に葬られた。長男のフリードリヒ・アウグスト3世が先帝校くらいを継いだが、13歳と年少のため、王妃のマリア・アントーニアとフリードリヒ・クリスティアンの弟フランツクサーバーが折衝を務めた。 1747年に10枚に当たる、新生ローマ皇帝兼バイエルン選定交換ある7世の王女マリア・アントーニアと結婚し、以下の子供を設けた。ありがとうございます。